は楽しかったね。お買い物してご飯食べてカラオケして、こうしてみんなと一日中遊んだの、なんだか久しぶり。前回は合宿の時だっけ。合宿は遊びじゃないでしょ。楽しいトレーニングだったね。トレーニング、そういえばそうだった。普通にお出かけして遊んだ一日でしたね。でも素敵な一日でした。十分トレーニングにもなってたもん。かすみ、もう腕が限界。エンマ先輩、荷物一個持ってください。いいよ、ちょうだい。甘やかしちゃダメだよエマ。自分だってエマ先輩に持ってもらってるじゃん。おっとっと、あゆむさん、大丈夫ですか。袋を一つ渡してください。持ちます。ありがとう。でも大丈夫だよ、しおりこちゃんもたくさん持ってるんだから。にしてもあゆむたちも結構買ったよね。服の他には何買ったの。アクセサリーや雑貨ですね。100円ショップでもいろいろ買いました。しずくさんたちにも似合いそうなものを選んでありますので。え、私たちの分もですか。ありがとうございます。100均の商品で似合うものって全然ピンとこないんですけど。みんなにぴったりだと思うわよ。楽しみにしててちょうだい。本当にいい一日だったわ。あら、そんなにランジュが作ったもんじゃ焼きが美味しかったの。それならまた作ってあげるわ。みんなで食べに行きましょう。どういうこと？ランジュたちがもんじゃ焼き？トレーニングのこと？それはあなた一人のせいじゃないわ。一緒に考えたランジュにも、まあ、責任がないわけじゃないし。バラバラのまま一つに。だからもんじゃ焼き？不思議なことを言うのね。やっぱりランジュはあなたのことがわからないわ。でも、みんなのことを心から考えているのはわかる。あなたのそういうところは評価してるのよ。私はそこまで考えてなかったわ。ただ、みんなともっと仲良くなりたかった。一緒にいろんなことをしてみたかった。スクールアイドルとして切磋琢磨しながら、普通のお友達としても心ゆくまで遊びたい。その願いをいつか絶対叶えてやるって思いながら、心のどこかで永遠に叶えられない気もしていたわ。私は特別だから、最後はいつも一人。それなのにまさかこんなにたくさん叶っちゃうなんて、本当に夢のような一日だったわ。そうね、やりたいこと全部みんなと一緒に叶えるわ。ちょっと、二人だけで何を話してるの。次遊びに行く相談、アイさんたちも混ぜてよ。ランジと一緒にみんなで最高の料理になるのよ。ね。どういうこと？一緒にご飯を作ろうってこと？それも楽しそうだね。合宿の時を思い出しますね。今度は創作フレンチに挑戦してみます。
ていうかランジュ先輩、何先輩にベタベタしてるんですか。離れてください。かすみったら、そんなに焼き餅を焼いて。ランジュはかすみのこともちゃんと大好きよ、安心して。うわっ、抱きしめないでください。ただでさえ荷物のせいで動きづらいのに。苦しい。ランジュ、あまり騒がしくしてはいけませんよ。ここは行動なのですから。心配するのそこなんだね。まったく、最後の最後まで想像しいな。きっとこれが私たちなんだよ。そうだね。いつもにぎやかで笑顔がいっぱいで